しゃべくりまつしろ始まるよ。皆様こんばんは。今日は2月11日第120回しゃべくりまつしろです。今日のまつしろは朝雪が降っていました。 3,4 センチぐらい積もりましたが、道路は溶けて大丈夫です。午後は晴れましたが風が強く冷たい日でした。パーソナリティは私宮本が担当いたします。今日が初めてなのでとても緊張して今心臓が飛び出しそうですが、一生懸命頑張ります。さて、松代テレビでは昨年から今日まで豆が長寿豆になるまでなどのタイトルで豆作りに頑張っている皆さんの作業の模様や豆の成長過程を5回にわたりお伝えしてまいりました。そこで今日はこの豆作りにご苦労いただいた皆さんにお越しいただいて、ご苦労話やらいろいろをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今日のゲストをご紹介いたします。私のお隣が豆作り代表の村上弘子さんです。よろしく。そのお隣がご一緒にご苦労された、富岡さん、上原さん、新井さんです。また代表の村上さんは今の有限会社ヤマトオートの社長さんでもいらっしゃいます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず社長さんにお伺いしたいと思いますが、豆作りは何年前からやっているんでしょうか。ちょうど去年で3年目ですね。はい。豆を作って豆菓子を作ろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。商工会議所で行き合った村田鯉のぼり屋さんの奥さんにうちの畑を使ってくれないって言われたのが初めです、はい、それで何をまこうと思ったのが豆がいいかなと思いました、はい、豆は日本人にの体にとても良くて、お豆腐とかお味噌とか、はいはい、いろいろ作られているんで、はい、豆がいいかなと思いました、はい。農業の経験は終わりだったんでしょうか。全然ないんです。草取りぐらいしかやれません。そうですよね。会社の社長さんでいらっしゃるからとても農家とは無縁ですよね、はい、それで休耕田を利用しようと思ったのはなぜでしょうか。もったいないと思いからですね。草ぼうぼうになった畑がもったいない、はいはい、それで村田さんの畑を借りて一旦部、はい、それからそのすぐ東側の畑一旦五世を静さんという人を紹介されて、はい、草ぼうぼうにしないでって言われてお借りしました、はい、ですね。そしたら3年目になったら、はい、うちの畑もやってくれって言われて二旦五世の畑をお借りしました、はい、だいぶ広くなりました。そうですね、はい。また豆の収穫量の目標はありましたか。6単部やったんで、はい、1トン取りたいと思いました。はい。今年はどうでした。去年かどうでした。去年1トン取れなかったんですよね、はい、900キロぐらい、はい、ちょっと残念ですけど。そうですね。でも結構頑張ってできたと思います。ボランティアの作業とお聞きしましたが、お手伝いの人はどのように集められましたか。何かご苦労はありましたでしょうか。私は去年から参加しました。で、一応参加したのは隣の社長さんに言われて、お母さんのような方なんですけど、本当にこれは入るしかないなと思って参加しました。はい、分かりました。じゃあ上原さん、じゃあどうでしょうか。誘われて社長命令です新井さんはどうでしょうか、はい、私はヤマトオートで車を買って
社長さんに誘われて入りました。はい、作りは楽しみだと思います、はい、あ、そうですか。今あの豆作りのグループは何人いらっしゃるんでしょうか。10人です。あ、はい、今日はその中から3人にお越しいただきました。それでは去年の豆作りの様子をあの写真で紹介したいと思います。楽しかったこと、大変だったことなどをお話ししていただければと思います。まずあの畑の整地、耕運、筋立てが大変だったと思いますが、社長さんがあの会長さんどのようにされました。二端コースの畑をね、はい、3人で前の日にやりました。はい、はい、あ、前の日あの 種まきはあの6月16日だったと思ったんですけれども、その時 雨が降ってたけど止んだんだよね。あ、そうでしたね。豆まきになったら雨が止んで、はい、いい女がいっぱいいるから晴れ女ばっかだったから何人ぐらいでやりましたか。12人でやりましたね、うん、はい。あと何かご苦労なこととかありましたでしょうか。どうだった。幅の感覚がちょっと難しくて、狭かったり広かったりとかしてちょっと大変でした。あと楽しみはありましたか。はい、豆を撒いた後、はい、あの社長さんがね、この豆を作っその前の時にあの収穫した豆で豆まぬパンを用意していただいて、そのパンをおやつにしていただいたこと。ああ、そうでしたね、はい。お昼を本当にとても美味しいお昼をごちそうしてもらったっていうことですね。そうです、とても良かったでしたよね、はい。であの次は、10日過ぎぐらいにあの豆が芽が出た様子なんですけれども、はい、で6月26日の様子が出てますよね。ちょうど10日過ぎだ ね、10日目にそのくらいから芽が出てちょっと感動しましたね、この時は。で、あと4月10日がそんな感じ、まだそんな感じですけど、次は花がついてる写真があるんですけれども、これは8月11日お盆前でしたね、はい。可愛らしい花ね、とっても紫というかピンクのいい可愛い花ですよね、はい。ちょっとお話もしたかったんですけど、なかなか皆が都合が悪くてできませんでしたね。であの次の写真ではあの何人か作業しているようなんですけれども、何をしているんでしょうか。大変なんだよね。あの長芋作ってた畑をお借りしたんで、それ肥料がありすぎて木が生育が良すぎて大きくなりすぎたんですよね、うん。それで葉っぱを切ってるっていうか枝を切ってる感じですね。なんせ素人の集まりなんでどうしたらいいかわからないでやってました。あの草取りや根寄せはどのようにやりましたか。なんせ暑い時期なんで朝6時に集まって皆さんで出てこれる人はやってもらいました。そうでしたね、はい。草取りは大変でした ね、 そうでしたね。本当だよねでなかなか最後までできず、もうやめたって途中で断念してしまいましたねあの次刈り取りの様子をお願いします。刈り取りではどうでしたか。大変なことはありましたか。でもみんなの力で抜けなくてハサミで切りました。そうでしたね。あのとてもあの茎も太くなっちゃってちょっと大変でしたよねあの次万歳している様子をお願いしたいんですけど、万歳はどうですか。やっと終わったって感じで。そうでしたね。
ちょうど5分前だから。1日です。やったって感じですね。これそうでしたね。もう達成感ですよね。そうでしたね。で、あの雨も降りそうだったので、とても良かったですね。痛みに終わりましたよね。あと、あの脱穀の様子をお願いします。脱穀はいつ頃でしたか。11月中旬からでしたかね。あの、うん、そうだね。この頃から天候が不順でなかなかいっぺんにできなくて、最後は12月の24日ぐらいになりました ね。だからもっと早くやらなくちゃいけないと思いました。そうでしたね。あの5回ぐらい、うん、なんか機械を持ってってやりましたよね。で、あの次トウミと選別の様子をお願いします。あのここではきれいに大豆、これはトウミの様子なんですけど、あと選別してきれいな大豆になっています。大豆の様子をお願いします。あのここまでやっぱり大豆にするまでには大変なご苦労があったと思いますが、何か思い出はありますか。トウミがなかなか大変で、何回も、ね、トウミも何回もやったようなんですけれども、トウミも何回やって、選別が ね本当に大変でね、一つ一つ手作業なんで本当に手間が取れました。でもなんかあのやっぱり会長さんの友達とか、あの大勢の方に協力いただいて、会員のメンバーじゃない方にも協力いただいてやられたというお話は聞いております。で、あの次はこの長寿豆にとして袋詰めされている豆なんですけれども、あの写真でもありますけど、どうこの袋詰めされた後どうされますか。この町歩きセンターへも置いてもらって評判よく売れてます。それで温泉施設、十福の湯とか、あの松潮荘などに出してもらってます、結構売れてます。そうですね、あの美味しいと思いました。あの今日は豆作りについての貴重な体験話をお聞かせいただきありがとうございました。あの今年の豆作りの計画 と、あの抱負を一人ずつお聞かせください。写真、はい、富岡さんお願いします。本当にね、夏の間のね、あの草取りがすごく大変だったし、寝寄せもやらなくちゃいけなかったので、女性の力では本当にできる限りは限られますので、男性の方はまたよろしくお願いいたします。はい、上原さんお願いします。ぜひ若い方募集中なので、ぜひ皆さん入ってください。はい、新井さんお願いします。たくさんの参加待ってます。お願いします。はい、会長さんお願いします。今年は1トン半から3トンまで作りたいと思います。1トン半から3トンあのね、畑増えたんだよじゃあます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 大勢の方ご参加お願いしますお願いしますあのやっぱり会長さんの人柄というか、あのとても皆さん集まりやすいんですよね。あの人の輪とか絆とか今たくさん言われてるんですけれども、やっぱりあの会長さんの周りには大勢の方いらっしゃいますし、あの楽しいこととかもたくさんありますので、ぜひ皆さんご協力お願いします。よろしくお願いします。で、あの長寿豆私もいただいてますので、皆さんももしよかったらあの食べていただきたいんですけれども、ぜひお召し上がりください。食べてください。美味しいですよ。美味しいです。あの健康にもいいと思いますので、よろしくお願いします。豆食べたかな。美味しいです。やめられないです。止まらなくなっちゃう。止まらないですね。あのこの間ここのメンバーの方も同級会に持ってった。
たらみんな喜んで食べていただいたっていうことでした、はい、また皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。失くしまる涙こらえた、どれだけに持つの、私はこの方に。はい、あさてのお兄さん今日いないんだね。今日はね、ちょっと休業で、はい、お休みでございます。はい、山さん頑張ったね。はい、ありがとうございます。あの今日の番組にぴったりな名前がタネ子さんだったあ、そうでしたね。あれ、それでつかみをやる予定だったんだよね。はい、じゃあ皆さん、あの、はい、予告、はい、お願いします。はい、じゃあ来週はですね、121回、はい、2月18日ですね、これからの松代を考え、提案するっていう形でですね、はい、元長野市議会議員の内山邦夫さんにちょっと話、はい、内山さんね、あの私もね一緒にやってるんですけど、うん、月1回町、うん、づくり研究所、うん、研究会、はい、研究会ね、はい、総務事務局でね、はい、やってます。大変ですけどね、はい、大変さんでね、はい、今年から町あるセンサーで やってますよね、はいはい、いろいろとこれから本当にね、町をどういうふうにやっていったらいいんだろうということで、そうですね、ね、まあ、そういったお話も中入っていると思います。入ってね、はい、あんまり種明かししちゃいけないね、うん、今日、まあ、今日の話が種だったからそんないじめないで私はそんなことで、はい、やっていきたいと思いますんで、パーソナリティは宮坂さん、はい、そうです。あさてのね、そうです、はい、はい、分かりました。そんな形で、はい、お楽しみに、はい、よろしくお願いします。松代、あなたの街、しゃべくり松代、また見てね。過去、昔は照れくさかったけど、今は強く感じるよ絆。